20代後半、猫と暮らしている女です。彼氏は動物苦手の猫アレルギー持ち、半導性していて、今、アレルギー症状は出ていません。彼にアレルギー検査意味がないと言われて、薬は持ってない状態です。将来、猫、隔離部屋を使って生活することを提案しましたが、赤ちゃんに不衛生とのことで、猫との生活は諦めてほしいとおりました。なるべく里親に出したくないんですが、何か解決策ありますかまた結婚は難しいのでしょうか えっと、まあ、あの、諦めてほしいって言われても気にしなければいいんじゃないですかあの、子供ができた時にどうするかって話だと思うんですけど、あの、ま、猫が死ぬまでの間に子供ができなければいいだけなので、なので、あの、別にそのまま猫と一緒に暮らしてなかなか子供できないねとか言ってればいいんじゃないですか